がありますので、そちらの方にご参加ください。事故のことを明確に鮮明に思い出してもらう、そして我が身のこととして原発のことを考えていく、そういうことを訴えていけたらと思っております。家族がバラバラ、これが現実でございます。皆様とともにこの運動が成就するまで皆様とともに頑張ってまいりたいと思います。原発の事故は人災です。人の手が及ばない次元のものではありません。同じ人間の行う行為により、私たちが土地を追われることは、道理に合わない理不尽さとともに大きな悲しみと無念さが心の底に横たわります。もし原発を止めさせなかったら、原発大事故、次も日本ということになると思います。原発って主張することはいいと思うんですけど、一番困っている島や、そして関東、東北の人たちと手を取り合って寄り添って、この原発の運動をやっていかないと。国も生方原発も金と圧力で人を踏みにじって原発を建ててきました。原発再稼働をぜひここに集まった皆さん、外にいる皆さん、日本中の皆さんと一緒に阻止したいと思います。頑張りましょう。福島の方々が先の見えない避難生活を強いられております。原発こそ究極の高コスト電源ではないでしょうか。原発再稼働して事故が起きて避難できなかったら、誰が責任を取れるんでしょうか。再稼働はさせないという、そこの約束がまだないんです。私たちが政治に真っ当に向き合って、子どもたちに伝えられるものを残したい。